I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello people, this is a new walkthrough. I'm doing JoJo's Bizarre Adventures Eyes of Heaven. Please enjoy. If I did this right, that is. Spoiler for, I think, part 6 or 7. Not sure. For the characters, I mean. ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン。アイズオブヘブンの世界、よし行くぞ。うん、スターダスト・クルセイダース、1988年、エジプトのカイロ。長い旅路の果てにジョーサー一行は宿敵ディオと対峙した。だが圧倒的な悪のスタンドパワーの前に仲間たちは次々に倒れている。最後に残されたジョータローはディオとの一騎打ちに臨む。しかしディオはジョセフの血を得てパワーアップしてしまうのだった。ん？うーん、実にすがすがしい気分だ。歌でも一つ歌いたいようないい気分だ。100年前に不老不死を手に入れたが、これほどまでに絶好調の晴れ晴れとした気分はなかったな。最高にハッってやつだ。やろう。蹴りをつけてやる、ジョータロー。
間髪入れず最後の攻撃だ。正真正銘最後の時間停止だ。キアガルディオオープンザゲーム。これより静止時間9秒以内に型をつける。型をつけるだ。そいつはこっちのセリフだぜディオ。カスのようなダメージ。ダメ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 ダふっふっ遅い。くそ逃がさん。てめえ。どんな気分だ、ディオ。お前に対する慈悲の気持ちは全くねえ。てめえをかわいそうとは全く思わねえ。しかし、このままおめえをなぶって始末するってやり方は俺自身の心に後味の良くねえものを残すぜ。その足がチューするのに何秒かかる？3秒か4秒か。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかった気な。西部劇のガンマン風に言うと抜きな。どっちが素早いか試してみようぞというやつだ。コケにしやがった。しかし、丈太郎、この土壇場に来て、やはりお前は人間だ。ごく短い時の流れでしか生きない人間の考え方をする。後味の良くないものを残すとか、人生に悔いを残さないだとか、便所のネズミのクソにも匹敵する、そのくだらないものの考え方が命取りや。このディオにはそれはない。あるのはシンプルなたった一つの思想だけだ。たった一つ。勝利して支配する、それだけよ。それだけが満足感よ。家庭や方法などどうでもよいのだ。どうだ、この血の目つぶしは勝った。死ねえ。このディオが
てめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。華教員、イギ、アブドゥル、仲間たちの尊い犠牲を乗り越えて、丈太郎は宿敵ディオに勝利した。その肉体は朝日にさらされ、塵と化して消滅した。100年にわたって生き続けてきた悪の帝王はついに滅びたのだ。その後、必要なものは私のスタンドである。必要なものは信頼できる友である。必要なものは極罪を犯した36名以上の魂である。必要なものは14の言葉である。必要なものは勇気である。朽ちていく私のスタンドは36の罪人の魂を集めて吸収、そこから新しいものを生み出すであろう。最後に必要なものは場所である。北緯28度24分、西経80度36分へ行き、次の新月の時を待て。それが天国の時であろう。丈太郎、こんなところにおったが。病院から知らせがあった。ポルナレフの意識が戻ったらしい。早く行ってやろう。どうかしたのか。いや、何でもね。見つけたぞ、スタープラチナの空城丈太郎。あのお方が始末しろとおっしゃるのも無理はない。協力無比なスタンドを操る男だが、所詮私たちのスタンドの敵ではない。フランス国営航空92便パリ行きのお客様は18番ゲートへお急ぎください。どうしてもフランスに帰るのか、ポルナレフ。もう身内はいないんじゃろう。よかったらわしの家のあるニューヨークに来ないか。ジョースターさん、身内はいなくてもフランスは俺の祖国なんです。故郷には思い出がある。
どこへ行っても必ず帰ってしまうとこなんです。何かあったら呼んでください。世界中どこでもすっ飛んで駆けつけますよ。寂しくなるな。辛いことがたくさんあったが、でも楽しかったよ。みんながいたからこの旅は楽しかった。そうだな、楽しかった。心からそう思う。それじゃあな、しみったれたじいさん、長生きしろよ。そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れるなよ。また会おう。わしのことが嫌いじゃなけりゃな、間抜け面。忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜ、てめえはよ。元気でな。アバよ。いた、見つけた。ん？なるほどな、なんか笑っちまうぜ。そのガタイの良さ、二人ともジョースターさんの子孫ってすぐにわかるぜ。ジジイの知り合いか？いや、知らん。確かにわしはジョースターじゃが、あんたはどなたかな？おっと失礼、俺の名は、ジョースターさん、ジョータロー。ポルナルフ。どうしたんじゃ、その怪我は。何があった。何が起きてるのかわからねえ。わからねえが、ちくしょう。敵だ、敵がいるぞ。どういうことじゃ。敵だと言ってるだろうが。気をつけろ、襲ってくるぞ。マジシャンズレッド。アブドゥル、イギー、 お前たちは死んだはず。これは一体。状況がよく飲み込めんが、ここで戦うことはできん。無関係の人間を大勢巻き込むことになる。場所を変えるんじゃ。なんてこった。奴らもう追いついてきやがったのか。こうしちゃやれねえ。急がなくちゃよ。
やれやれ。ポルナルフ、どういうことだ？何が起きている？知らねえよ。フランス行きの便に乗ろうとしたら、あいつらが現れていきなり襲ってきたんだ。追ってきたか。まだ逃げるのか。いや、ここで迎え撃つ。逃がさんぞ。あのお方に害なす愚か者ども、このモハメド・アブドゥルが焼き尽くしてくれる。あのお方だと。お前アブドゥルなのか？本当に？下がってろジジイ。何が起きてるのかさっぱりわからんが、今一つだけははっきりしている。奴らの殺気が本物ってことだけはな。ジョースターさん、ここは俺が行かせてもらうぜ。アブドゥル、オープンザゲーム。いや、この炎は生物の時期。この世の始まりは炎に包まれていた。やれ。手加減はできねえぞ、てめえ。まだ戦える。うまいぜ。マジシャンズラッドは始まりを暗示し、始まりである炎を操る。シルバーチャリオッツ、空気を切断して弾き返すぜ。うまいぜ。おめえの分まで。
で戦えってか。クソ。しばらくここに隠れていよう。この炎と砂の感触はまさか。やれやれだぜてめえら、きつい戦いさせやがった。さて、てめえらの正体を調べさせてもらおうか。ジジイ。うん、わしのハーミットパープルの出番じゃな。なんだこの光は。アブデン、イギー、光を発して消えよった。一体奴ら何者なんじゃ。あいつらは本物だぜ、ジョースターさん。俺はどちらともやり合ったことがあるからわかる。間違いねえ。あいつらは本物のアブドゥルとイギーだ。バカな、そんなはずは。いや、しかし…誰だ。さすがだな、あの二人を退けるとは。か、華経院。それにてめえはンドゥール。何を驚いている。アブドゥルたちと同じだよ。僕とこのンドゥールはあのお方に忠誠を誓った。だからお前たちを始末する。カキホイ、お前もかよ。どうなってやがる。下がれポルナレフ、
次はわしがやろう。今度は逃がさん。ハーミットパープルで洗いざらい吐き出させてやるからの。華僑院とムンドゥールのコンビだと。オープンだけい。遊びたいモードを選びたまえ。Like, share and subscribe.